そろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよ、ハルト。あんたはもういっぺん死んで生き返るんや、ケリュウさん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いてあります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、そのあたりで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。道島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。上流だ。
連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんでな。分かりました。お心遣いに感謝します。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や？さあな。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ？なんや、あんた知らんのかそうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。いいやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか？グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせや、おっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぞ。そらこっちのセリフや、まぬけ。お前らじゃ拉致が開かねえ。赤根んとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄もんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だそっちこそうちを探してたんちゃう？じゃあお前が赤目？
まあな。そんなジロジロ見んといてくれる？ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも や便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。で、うちに何の用や？あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まあそれはそうかもな。なんて呼んだらええ？本当に釣るのから何も聞いてねえんだら。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ああ。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ、赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのに、なんでずっとグラサン？あんたはただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかく
もう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。からどうする、上流。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやっていけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだよな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる。ゆっくり休めた、上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。そん代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる。悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる。早うキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかった、ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて
もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。でお前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い宿もぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ふん、随分と威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。なあ、ええやろちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は今騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。ええ加減にせえよ、こら。何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前らが囲い屋か。ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ、囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。覚悟はいいか。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは近江の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ狙う海岸正規町西にあるあそこの2階や。わかった。じゃあ
しばらく寝てろ。お、おおきに。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なんか。この町に長居する気はないんでな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか。あ、おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。何しとんねん、我。長いこと換気もされてねえ。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。集めたもんだ。こんなことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。近江連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。近江連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。くそか。素晴らしいで、上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらの悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせに、うちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかし、
しらホームレスに寝床と食い物支援しとったやで。それの何が悪いんや。はあ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下、こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして、せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあ、もうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量やん。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内せなな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへん？な。お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でも嫌やねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして制覇すんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええってええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわー。